8日に放送された TBS 水曜日のダウンタウンで強烈な整形メイクを披露したタレント新山千春のインスタグラムに涙出るほど笑った、などと開演を称えるコメントが多数寄せられている。8日の水ダウでは久しく見ていない女タレントが死ぬほど整形していても指摘しづらい説を検証。特殊メイクで、今にも落ちそうなほどぼってりとした唇に、涙袋もぼってりと強調した、死ぬほど整形顔、風に変身した姿で。かまいたちとダイアンと対面。ダイアンは笑いをこらえきれず、ダイアンの時よりも整形度を増したメイクで対面したかまいたちは、浜谷が笑いをこらえきれなくなり、山内は懸命に冷静に対応する姿が逆に笑いを誘った。新山は9日午後5時半時点で、水ダウについてはインスタで触れていないが、フォロワーからは、水ダウマジ今までで一番面白かったです。お腹よじれるし、涙出てくるし何回も見てます最高でした。近所迷惑じゃないかってほど、久しぶりにお腹の底から笑いました。整形メイク、リアルでびっくりでしたメイクでよかった、めっちゃおもろかった、めちゃくちゃ面白かった、などのコメントが寄せられる反響に、中には、昨日の水ダウ、オイラの中ではおぼんこぼん超え。と、水ダウ、10月6日放送回で若い劇が、神回、と話題になった、おぼんこぼん超え、と評価する声もあった。7日のインスタグラムでは、着物姿で美しい横顔を披露している。